ガケンやタカボンドです。さあ今回やるゲームはトカキッチン、まあ料理をするゲームってことだね。まあ僕実は初めて言うんですけど、カップラーメン作るの上手なんですよね。今回このゲームで料理のうまさっていうのをお見せしたいと思います。あ、まずはお客さんを選ぶみたいだね。じゃあ順番にやっていこうかな。早く食べたいなって言ってた。じゃあまずは食材を選ぶみたいだね。とりあえずトウモロコシ。おお、置き方が雑だな。それから、あ、魚もいいんじゃない？嫌そうな顔したね。他はどうしようか。あ、これはタコ？タコどうだ？お、食うか？お、今食ったよ。え、どうした？おいはははちょっとだけ吐くなよ。せっかくのタコなのに。じゃあ芋でいっか。よし。あ、このお皿に入れていけばいいのかな。じゃあ食材3つで。調味料とかもあるんだね。ここで、あ、料理できる。じゃあ食材を鍋に入れていこう。トウモロコシ、魚、芋。こりゃ美味しいぞ。じゃあレモンも振りかけるか。よしよし。これでね、ちょっと酸っぱくして。さらに塩も振りかけてね。いい出汁ができるぞ。醤油もちょっと。ほんのちょっとだけね。振りかけましょうか。よし。さらにケチャップ。よいしょーい。完璧だな。さあ、これでいいかな。これを、あ、またお皿に置くのかな。よーし、どうでしょうか。これはね、絶品なんじゃないかな。それじゃあ、食べますか。はい。ああ、いい、湯気。よーし。はい、出来上がりました。じゃあ最後に、マヨネーズを。よいしょー、うおーっと、全体的にね、こう振りかけると。さあ、どうでしょうか。芋から。どうぞ。魚は？お、美味しそうな表情。お魚どうかな？え？ちょっと苦手だったのかな？最後、トウモロコシは？そのまま食ったな。芯ごと食ったな。まあでも全部食べてくれたね。料理の才能あるかもしんないな。じゃあ次のお客さんやっていきましょう。はい、いらっしゃっせ。やっていきましょう。じゃあね。どうしようかな。人参とか栄養ありそうだしね。栄養のことも考えるからね。味に栄養。よし、トマト、どうかな。それから、お肉も入れてあげよう。喜んでるね。タコは？うわーって言ってくれた。え、これなんだ？謎の食材。嫌そうな顔。ほら。でもね、僕の料理で美味しくなるから。じゃあ最後はパイナップルでいこうかな。お、今は食べちゃダメだよ。まあ、料理してからね、やっぱ食べさせてあげたい。さ、じゃあ食材をお皿に置いていってと。よし。じゃあ、今度はフライパン使ってみようかな。さあ、じゃあ焼いていきましょうか。タコに、肉、人参、謎の食材にパイナップル。あれ？ 5 個目は置けないか。いやいや、まずはこの4つ焼いていこう。塩を振りかけて、それからね、レモンだね。酸味とかも必要だから、醤油を少々。よーし、ちょっと焦げる前に取っとかないと。結構早い段階で焦げそうだね。まあでもこんがり焼けたかな。では最後にパイナップルも焼きましょうか。さあ、じゃあパイナップルどうしようか。うん、ケチャップつけた方が美味しいよね。パイナップルにケチャップ。とんでもない組み合わせだな、もう。
でもこれが、もしかしたら美味しいかもしんない。真っ赤に染まってくねー。いい色だ。よーし、こんな感じでいいかな。見てこれ。めっちゃ美味しそうなんだけど。喜ぶかな。ワクワク。あれ？よしよし。さ、出来上がりましたよ。じゃあ、まずは食材を置いていきましょうかね。嬉しそうな顔してる。お腹ペコペコなんだろうね。じゃあまずはタコから。美味しそうに食べるね。肉はどうだ？肉もそのまま食うんだね。あ、これも美味しそう。じゃあ人参、野菜も取っとかないとね。なんとも言えない表情だな。じゃあこの謎の食材、これなんだ？え？おーっと、これはちょっと、まずかったか。僕でさえよくわからんからね。じゃあ最後行きましょうか、パイナップル。これ、一番美味しいぞ。おっと？後味が悪かったかな。いや、でもよく全部食べましたね。すごいな。最後ちょっと、頭を撫でてあげようか。よしよし、いい子だいい子だ、よく食べました。いらっしゃいませ。バケモン来たな。バケモンにもね、美味しい料理を振る舞おう。よし、まずはパンに。それからこいつ何でも食いそうだな。これは桃かな。お、嬉しそうな顔。めちゃくちゃ嬉しそうな顔してたな。あ、これも嬉しそうだ。今は食べないでね。じゃあ、エビとかどうだ？エビはちょっと嫌そうだな。じゃあ今生で食わせよう。よーし。じゃあそれ、おーい！汚ねえな！吐くなよ！画面に向かって。これあげないよ。いや、あげるよ。僕はそんな、ね、意地悪じゃないからね。これはお米かな？お米とかも使ってみたいな。よし、こんな感じでいこうか、食材は。それじゃあ、お皿に入れていって。じゃあ、お待ちくださいね。今、美味しい料理作るからね。ね、果物から肉、お米までね。さあ、じゃあ、包丁使ってなかったね。包丁でまずは切っとかないと。スイカは食べづらいぞ。これ、切っとかないとね。どうやって切るんだ、これ。あれ？包丁なくない？あ、なんか切れるね。あ、こういうことか。よしよし。綺麗に切れましたね。切れ味いいな。よーし。ちょっと細かくなりすぎたかな。おっと。よしよし。包丁はね、気をつけて使わないと。じゃ、パンも、あ、パンじゃない。これ、お米か。固まったお米ね。切っとかないと硬そうだしね。よし。4つに。あ、増えた。まあいいや。じゃ、それから、パンも二つに、切っとくか。二つにした方がいいよね。でかいと食べづらそうだし、やっぱり。そういったところをね、やっぱ考えてるんですよね。しっかりお客さんのことを考えて、料理してるから。これ使ってみようか。これはなんだ？ミキサーかな？ちょっといろいろ入れてこう。よーし、あ。入れるのに、これ入るのに限界があるのかな。あ、でも入りそうだね。よし、細かく切っといてよかった。全部何としても入れたいな。よし、いいぞいいぞ。これ、いろんな食材が入ったジュース。めちゃめちゃ美味しそうだな。さ、これでやっていきましょうか。スイッチオン。さ、シェイクされて。いいねー。いろんな食材、これなんだ、スイカと、うん、お米にパン。とんでもないなぁ。あれ、これつかめないね。これなんだ、あ、これなんだ、謎の液体を入れてる。大丈夫かな、これ水もしかして。なんか薄くなってるね。このコップ、どうやって持つんだ、戻ればいいのかな。
あ、いけたね。これほぼ水になっちゃってるけど。せっかく作ったのに。まあいいや。さ、どうでしょうか。もう一度飲むか。いや、何か表情取れよ、化け物なら。何にも表情取らないのか。せっかく作ったのに。ちょっと薄かったかな。もう一回ちょっとやってみよう。それじゃあ、タコ、魚、肉、ウインナー、肉。あ、でもでかすぎて入らないか、これ。よし、じゃあいろんなね、お肉とか魚が入ったジュース。新しいなぁ。タピオカジュース並みに流行りそうだなぁ。じゃあこれ余った食材は生であげるか。外が？いや、何も表情取らないのか。ウインナーは。いや、真顔だな、ずっと。じゃ、このジュースどうだ？ほら。え？ ちょっとまずいのか？声がニャンチューだな。いやー、でも、美味しい料理できましたね。ジュースも作ったし。まあ、料理の練習にもなるんでね。おすすめのゲームです。最後に一つね、予言しとくと、次流行るのは肉ジュース。それじゃあ、ネットよろしく。バイバイ。